天理三公館のオリエントの考古美術のコーナーに展示された人の頭の石像。こちらは戦力眼製グデア像。グデアは紀元前22世紀頃の人物で、現在のイラク南部に栄えたシュメールの都市国家の一つダガシを治めていた王様でした。その王の偉業を称え、この像を作ったのではありません。実はグデアは王であるとともに神に仕える存在でもありました。彼は敬虔な信者の証として自らの像を神殿に奉納しました。石の中でも硬いと言われる戦力岩で作られたこの像、本来は全身の像なのですが、三公館には頭の部分だけがあります。グデア像の向かい側のガラスケースに、グデア像と同じような女性の頭だけの像があります。この像、グデア像と同じところから見つかったもので、グデアの奥さんではないかとも言われています。4000年もの昔の王の姿を今に伝える石像がこの三公館にあります。Thank you.